ミルタザピン 15mg ミルタザピンは、オランダのオルガノン社が創生した4関係抗うつ薬。ノルアドレナリン作動性、特異的セロトニン作動性抗うつ薬というカテゴリーに分類される。ツリーやスナリーとは異なる作用基準であり、短時間で効果が発現し、効果は持続的である。2009年3月現在、93カ国で承認され、日本においては、 2009年7月に医薬品医療機器総合機構から製造販売が承認され MSD からデメロン、明治製菓、ファルマからリフレックスという商品名で販売されている 5HT2 需要体と 5HT3 需要体の遮断作用を持つため3と比較して大きい、凹と性機能障害などの副作用が少ない一方 H1 受容代謝断作用が強いため鎮静系の副作用が目立つ。ミルタザピンとその他の抗うつ薬は終了時に離脱症状を起こす。離脱症状は多くの抗精神薬に共通していることに注意すべきであるが、それはいくつかのベンゾジアゼピンよりは重篤ではない。離脱症状を最小化するために徐々にゆっくりとした減薬が推奨される。 ミルタザピン治療の突然の中断の影響は、抑うつ、不安、パニック発作、めまい、落ち着きのなさ、短期、食欲減退、不眠、下痢、吐き気、嘔吐、アレルギーや創用などのインフルエンザ様症状、頭痛、字に軽躁病、創病がある。日本での臨床試験において、男女いずれかで5%以上かつ、男女差が2倍以上発現した。 副作用事象を抽出したところ、要因は明確になっていないが、体重増加、食欲更新、便秘について女性における発言率が高く、それ以外の事象については明らかな際は認められなかった。ミルタザピン長期投与群で、体重増加の副作用発言は男性 4VS 女性11、食欲更新の副作用発言は男性 0VS 女性4。 重大な副作用は以下の通り。ミルタザピンのシトクロム P450 の阻害能は最小限であり、薬物相互作用は比較的少ないとされる。ミルタザピンは日本においてリフレックス、レメロンの商標で販売されている。国外ではレメロン、ミルタザピンなどの商品名が多い。高発医薬品はミルタザピン上。 製薬会社名の名称で複数の製薬会社が製造・販売している。ありがとうございます。